皆さんおはようございます。今日は2月の13日の木曜日ですね。外は曇りでございます。今時刻が朝の、7時50分過ぎでございます。毎朝恒例のちょっと有酸素運動でジムに行ってきたいと思います。ちょっと支度します。あ、そうだ、僕美味しい水いつも飲んでるのがありまして、いつもはこれを飲んでおります。これはね、熊本の美味しい水です。もう朝はね、起きたら温かいお湯かお茶なんですよ、僕。これをね、もう続けてまして、なかなか調子はいい感じでございます。ウォーターサーバー変えようっていう話なんですけどね、いいウォーターサーバーあったら教えてください。今日はこれを飲みます。山田の青汁でございます。で、毎朝飲んでるサプリがサントリーの DHA&EPA。 今3年ぐらい飲んでますね、朝、ちょっと雨降ってますわ。雨の日の朝はちょっとね、落ち気味ですけどね、上げていかないとっていうこと で、最近ね、僕ね、一丁前にこれ飲み始めてます。これね、 BCAA ってやつですね。よくジム行くと、トレーニング中に色のついたドリンク飲んでる人って見かけませんか。まあ、それでございます。 BCAA とあと EAA っていうのがなんか2つあって、で、僕は、BCAA を飲んでおります。なんか EAA の方が栄養価が高そうな感じがするんですけど、まあでもこっち飲んでます。グレープ味、美味しいです。はい、OK。 それでは今からジムに行っていきます。昨日食べたもの燃やしていきます。YouTube 初めてだね。そうですね、僕初めてです、ね、でお店がね、こちらでございまして、で、お店はこちらでございまして、で、これね、やりながら軌道修正していきつつ、やっぱり走りながら方向転換を変えていくような、ちょっとそこも加えて、ちょっと今後のアプローチの部分とかはちょっと調整しながらやっていけば、入り口はそんな感じで、今年はちょっとそこで数打ちながらですかね。はい、これが全く知らないところに行って、これだとちょっと結構やっぱダメージでかいんですけど、今回はいい。
れを 4K で撮れますから、これでも。160度で撮れるんですよ。すげえ。だから人間の、人間よりももっと広く撮れるっていう。あれ、去年に3回目でしたっけ？そうですね。確か、今日で3回目ですよね。この前僕が差し上げた本が、こちらに飾られております。ありがたいです。男？男性も来られますよ。あ、男性も結構来てます。はい、全然問題なく来られる。腰痛でも肩こりでも。あ、そうですね。はい、全然問題なく。ロシアン佐藤さんも来ております。そうですね。あ、これが今までの使ってたベッドですよね。で、今度のやつ、こっち左のやつが新しいやつで、こっちの方が、ね、一回り大きいんですよ。ワンピースが。そうです。この辺にも適当にありますね。なんかワンピース大好きなんで、はい。ワンピース好きの方は相性合うと思います。そうでもないか。ベッドいいですね。広いでしょ。広い。いや、これ毎回思うんですけど。はい。本当に針刺さってるんですもんね。刺さってますよ。最近はあれですけど、あんま釣ってないですか、足。ああ、釣ってないですね。あ、ですか。ストレッチやってるんですね、はい、じゃあ。あ、で、ここから電気流すんでしたっけ。今日は流さないかな。流す日と流さない日がある。はい。これ背中の方の、これがこの辺りですとちょうど腰のこの辺りからこう首のこっちまで来てくれてる背骨の横にある脊柱起立筋っていう筋肉ですね。支え、体の状態を支えてくれる筋肉なんですけど、この辺りってことはここに肩甲骨があるんで、ちょうど肩甲骨が動いてくれた時にやっぱりこう重なってる部分だったりするので、おそらくあのパソコン作業とかしてた時とかにストレスかかってきてるんでしょうね、この位置あたりだと。これからですね、食べ歩キングという食のチームがあって、でそれのね、今日食事会なんですよ。今から鉄板居酒屋ひょいっと。いい感じでございますね。で、あ、すいません、今日は飲み放題です。そうですね、お台場にひょいっとというわけでたくさん鉄板焼きを飲んで食べて楽しみましょう。よろしくお願いします。はい、お願いします。割と良かった。乾杯。乾杯。置いときます。置いときちゃったんです。あ、すいません、もうあの連れて帰っちゃったんです。ほらほら、こういう時に何してるの。バレンタイン企画とかね。いるねー、やらしいなこれ。やっぱりベーコンを鉄板に焼くとうまいね。うん、うまい。ありがとうございます。動画です。動画なんだ。動画です。まさにこの美味しさ、デブリシャース。あ、愛想笑いやめてください。10分でもできる。全然余裕で、まあ、ちょっと今今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 今どうぞ。
それでも全然もう、まあ、ショートスリーパーなんだけど全然いい。まだ壁があってよかった。2本乗せちゃう。すごいな。うわハンバーグいただきます。うわなんだこれ、マジでやばいぞこれ、めっちゃうまい。このハンバーグはすごいな。うん、マキさんどうですかハンバーグ。これご飯として食べれます。いやいやいや、その振りもういらないから。お昼もやってる。お昼はこれやってない。はい。これはやばい。はい、ということで、食べ歩きングの食事会が終わりました。鉄板居酒屋ひょいっと、めちゃくちゃ美味しかったです。ぜひ鉄板焼き好きな方、食べに来てみてはいかがでしょうか。もうハンバーグがやばかったです。はい、ということで今家に帰ってきました。で、時刻がねもうすぐ夜中の1時になろうとしております。今からジムに行って30分ぐらいやって、で2時には寝たいかなって感じですかね。ゴールドスタンダードのバニラクリームを。それでは深夜のジムに行ってきます。はい、ということで今日も一日お疲れ様でございました。今時刻が2時過ぎてしまいました。なんかいろいろやってたら遅くなっちゃいました。まあやっぱりあの美味しいものを食べ続けたいという気持ちがまあ多分僕の生きがいなんですよ。だからまあ今日のあの食事会とかも定期的に行きますし、で他にもいろんなその食事会があるんですね。でそれもできれば参加はしていこうと思ってまして、まああとやっぱり僕の中では運動することで結構こうスカッとするんで、モヤモヤしてる時とかはもう運動でもう一発でパーンってねリフレッシュできるんで、美味しい食事が中心にあって、でそれを楽しむためのまあ人とのつながりだったり、まあ、体の健康だったりとか、まあ、そこは崩さずにあのやっていってる感じですかね。まあとはいえいつもこの時間になるとねもうめちゃくちゃ眠くて、まあこの時間っていうかもう2時間3時間ぐらい前からもう眠いんですけど、だから夜はもう本当ベッドに入ったらもうぐっすり眠れてしまいます。もう不眠症とかもう全然ないですね。もう疲れて本当そのまま入っちゃうっていう感じですね。まあという感じでございまして、今日は2月の13日、もう日が変わって2月14日、バレンタインデーになっちゃいましたけど、まあまた定期的にやっていきたいと思ってますんで、どうぞお付き合いいただければ幸いです。それではおやすみなさい。またね。